お願いします。以前テンチムさん来ていただきましたけど、テンチムさんとも仲が良く、僕も仲良くさせていただいている方が来ておると思います。こちらの方です。はいはいはい、こんにちは。明けましておめでとうございます。はい、お父さんのチャンネルの方々、はじめまして、金岡屋です。よろしくお願いします。お願いします。あ、いい匂いするね。嘘、ちょっと近い近い。近い、あ、近い。恥ずかしい、恥ずかしい。ごめん。金子さんと、テンチム、もう、先輩 YouTuber の力を借りて、いやなんとか世の中の人に見てもらおうと思って、来ていただきましたけど。私、世の中の人に見てもらう。父でも出しとく？やめとけ。いやいや、もう出さない、いいんだから。サムネが強いやつできた。サムネこうやってもう出しとこ。よしなさい、そういうことしないでいい。何話していいかもね、分からないんだよね。あ、じゃあすごい飛び込みの持ち込みなんですけど。あ、何でもいいよ。でこれツーショット撮って、でインスタに、私あの結構お悩み相談を受けることがすごい多いんですけど、いかんせんそのお悩み相談の内容が治安悪くて有名なんですよ。例えば、じゃあその、旦那が不倫してるんですけども、私も不倫していて、不倫した先でなんやかんやとか、セフレが何十人いるんですけど、みたいな、どうやっていけばいいかとか、とにかく治安があんまりよろしくないんですけど、なんかそれをバサバサ答えていくのが結構面白いみたいで、なんで今回は、私と小沢さんの2人になんかその質問を募集しますってことで、多分5分もあればバーっていっぱい来るんで、それをなんかピックしてあの一緒に答えていくとかどうですか？頼りになる。お前成長したな。ちゃんとして。すごいな。そうです。出会った頃はもうちっちゃいお嬢ちゃんだったのに。昔からもうお付き合いですか？前世合わせたら、前世合わせたらすごい。まあ、17、18って言っちゃうと、俺がやばいやつになるんだって。じゃあ今、サクッとツーショット撮って、で、あの、インスタに質問募集するんで、それで一旦待ちます。こんなすごい子だよ。じゃあ、押してとか。いいよって言われたので。名前が。ん？もう俺でもさ全く分かんないってこういうの。ごめん。いいよ。ちょっともうメガネの跡が ついてんだけど、もうメガネ取って。本当。でちょっとインサイド。やってみて。うん。来てる？もう来てる？これで来てたらすごいよ。あ、でもまだ今10人。あ、でももう質問来るんだ。まあ、例えばすっごいくだらない質問を言います。セックスめちゃくちゃ好きだったのに、最近本当にセックスしたくなくなってきてしまった。オナニーはできるの？どうしたらいいですか？あ、それは男子女子？これは、あの、わからないですね。あれ、多分女子なんでしょう。女子もそういうのあんだね。ね、処女なのにクラスの人にビッチって言われます、なんか嫌です、どうやれば言われなくなりますか。なるほどね。例えばこういった質問とかに対して私な、じゃあそれやってみようよ。あ、でもこっから今のでいいよ。うん、はい、じゃあいいよ今ので。私が進行みたいな、ま、あ、俺進行しようか。はい、じゃあ、あの金子あやちゃんのインスタグラムに来た悩み相談に乗ってみた。やったー。こういうのでしょ、YouTube って。そうです、そうです。あー、この人は何か変わりそう。なんか私なんですけども、あの結構インスタの質問箱っていう機能がありまして、そっちの方でね、あの質問を募集すると、あの来る質問が治安悪いで有名なんですけど、で、それをお前めちゃくちゃ慣れたな。綺麗にさっきの場所使わないでこっから使おうとしてるだろ。ここは本当にダラダラ流すからさっきのまんまでいけるから。めちゃくちゃ綺麗に振り直してるじゃん。腕上げたな、お前は。なあ、お前もクワッといかんからね、これ。それで、それで。そう、私のは結構バサバサ切ってしまうんですけども、小沢さんって結構。ああ、北風と太陽ね。そうそうそう。オッケー、パワーワードメーカーっていうか、やってみよう。愛のある人なので。元カノのことを完全に忘れるにはどうしたらいいですか？むちゃくちゃむずいね。男ってマジ忘れれなくない？それが別に好きとか嫌いとかじゃなくて、全部覚えてるよ。全部覚えてるっていう言い方あれだけど、忘れる必要がないと俺は思ってるんだけど。でも女の子は嫌でしょ？
まあ、別にあれだと私的な答えとしては忘れなくていいんだけど、うん、で忘れるためにはどうしたらいいです、忘れたがってるんで、あの他の女抱きましょう、はい、これが私の答えです。なるほどね、そういうことだよね。そうです、そうです。でも他の女性抱いても、うん、比べられちゃうからもっと思うんじゃない、女子が忘れてないと。あだから女子はそこまでね、私質問する人はそこまで考えてない。ああなるほど、もう端的に言えばいいのね。端的に言ったーって言っちゃう。じゃああれでいい、はい、寝ろ。はい、わかりました。女と寝ましょう。なにこれ。じゃあ金子さんにとって結婚とはっていうの聞いてますか。結婚とは、結婚ってなんだろうね。結婚なんかしなくていいっていうのが俺の考えもあるんだけど、相手が喜ぶならしてはもういいかなってことだよね。ゼクシーのキャッチコピーの受け売りだけど、うん、ちょうだい。一人で生きてても幸せになれるこの時代に、うん、私はあなたと結婚したいのですっていうキャッチフレーズ。はぁかぁ。なるほどね。そう、一人でも生きていけるし、一人でも幸せになれるのに、うん、それでもあなたと一緒に幸せになりたいっていうその気持ちが大事だと思って、もうさ、なんか最近、あー仕事したくないから結婚したいとか選挙してないよとか、うんうん、もうそういう、もうあれなの、自分の幸せの責任を他人に押し付けた時点で不幸が始まると思ってる人間だから、すごいね。そういう考えよろしくないと。そう、うん、結婚なんかね、焦ってしても指輪が首輪になっちゃうぜっていうのがある、ね、うん、ああ素晴らしいと思う。飼いならされちゃうぜっていうね。あ、大前提あれですよね、北風と太陽の答えにするんですよね。あ、だってなんかおのおの好き勝手なこと言ってたんだ。もういいだろ、俺たちのやり方に口出さないでくれ。不倫してた相手より好きになれる人がいない、うん、ああ、例えば金子さんが付き合ってる男が誰かの旦那だと、うん、だからそれは不倫だから良くないんだけど、他の人探してもこの男の人のことが忘れられないってこと。そう、それ以上がいないのでどうしたらいいでしょうかってこと。それはもうでもさっきの君のあれと一緒で、うん、世界狭すぎるよね。うん、狭い、うん、世界と股を広げていこう。はい、でーん、今 G 出ましたよ。G がです。めちゃくちゃ名言出ましたよ。ディッチ名言の本出したらめちゃくちゃ売れるんじゃない。いけるかな。うん、下が緩くても上は締めていこうとか。来た来た来た。一冊目の本もめちゃくちゃ売れてるんですよ。ありがとうございます。ちょっと宣伝しなさい。あ、すっごい、もう大丈夫これ。編集さん大変じゃない。大丈夫なんだよ。俺ら本当にこんな感じでやってるから。編集してないですよ。うん、編集してないよ。このままやってるよ。だから超ゆるいんだからうち。あ、本当？うん。そうですね。私今回、中間で親に捨てられて黒ギャルになり、クソ金持ちの婚約者に死なれて鬱になった場合が、YouTuber になって年収8000万の今だっていうのを不相談者の方から、はい、もう出させていただいたんですけど、ありがたいことにもうすぐ10万が目指せそうかなっていう。いや、すごいよ本当に。で、その中でね、うん、小沢さんにも聞こうっていうか、まあその詩を提供していただいて。いいこと書いてあるからマジで見てほしいです。バイバイ。バイバイ。10万部ってすごいんですか。10万部ってすごい。今のこの紙の本が売れない時代、うん、10いけばベストセラー。10いけばもうベストセラーもベストセラー。やっぱー、うん、1万あー、でもまあそうね、それ以上は伸びないね。小沢さんこそ名言集出した方が嬉しい。出してんだよ。ちょっとさすろよ。あ、俺、はい、金子に一個お願いというか、俺昨日もね、はい、うん、後輩たちと飲んでる時に、うんうん、ちょっとその話になったんだけど、うん、俺はやっぱもういい年だから、うん、素晴らしい先輩になりたいと思ってんの、うん、素晴らしい先輩の条件は何かと考えたら、うん、後輩に説教と自慢話と昔話はしない人でいたいの、うん、よくやっぱ上司とか先輩って気がついたら説教してきたり、自慢話、昔話するじゃん、うん、もし俺がそれしそうになったら、うん、説教してるなと思ったら説って言って、で俺封じ込められるから、うん、説教が言えない説って言われたら、うん、もう俺の説教がバーンって、うん、そうそうそう、うん、自慢話したらマン、マン、うん、昔話の時は昔々って言って、で昨日飲んでる時に、うん、そうしようと思って、うん、みんなと喋ってたんけど、うん、喋ることなくなるね。ね、すごい無口になっちゃったもん。ね、そうそう、結構難しいよな。さんまさんっていう人がいて、さんまさんのみ連れてってもらう子なんだけど、うん、やっぱあの人一切説教しない、自慢しない、昔話しない、こっちから
昔こういうことありましたよねって言っても、うん、そうだったっけ、あれ忘れたわって言うの、うん、もうそうなりたいね、ニコニコあっけらね、あ、あの人はやっぱりそうだね。でももう後輩もいるわけじゃん、あ、時代的に、うん、私そうね、確かにやっぱり年が下の子とかいっぱい出てきて、うん、普通に絡むんだけど、うん、思ったの、もちろんね、年上の人は敬わなきゃいけないし、うんうん、下の子が困ってたら、うん、私は手を差し伸べなきゃいけないっていうのは大前提な上で、うん、あれ何を落としたんだよ、忘れちゃった。そう、何を言おうか忘れるぐらい、うん、適当に我々楽しく生きてまーす、明けおめー。そう、だから誰も傷つけなきゃよくないみたいな。そうだよね、そう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 、傷つけるの疲れるしね、うん、疲れ、あ、思い出したよ、言ってやれ、思ったの、自分もさ、取り繕ったりさ、うん、なんか余計な見栄とか虚勢張って頑張ったところでさ、うん、結局、あの、そこを好かれてもさ困るわけじゃん。確かに思ったの、めんどくさくねって思って、だったらそのままで生きてて、うん、でしたらそのままで生きてる上で私のことを嫌っていう人は勝手に去ってくれるから、こっちでふるいにかける作業もないし、でそこで好きだって、それでも好きだって残ってくれてる人たちだけでいいからってなったらすごく生きやすくなったし、そもそも好きで残ってくれてるから、うん、何も取り繕うものもないしっていう。いやもうあのね、後輩にどうすればいいみたいなとか、うん、こういうキャラでやろうと思うんですけどとか聞かれることあって、うん、その時に、うん、説教じゃないよ、うん、その時に言ったのは、うん、あの、好きなようにやって、うん、あの、無理してキャラ作って一生それできるのって言って、うん、そうそうそう、好きなようにやってハマらなかったら来世に期待でいいじゃんって言ってね、あぶね、あーでも違うな、これ今説教して説されて終わるっていうパターンだったね。そう、今説をね、そうだよな、俺説教しなきゃいけないのに、俺本当に腕が上がんねえ。お前腕上がるのにクソ、今説かな、説かなと思ったけど、説じゃないよと思って、説しなきゃいけなかったのにいいこと言うよ、うん、黒ちゃんの待って同じこと言ってましたね、黒ちゃんも同じこと言ってた、ないな、黒ちゃんも同じこと、嫌な人だろそういうこと、ね、説北風と太陽 もうない、北風と太陽はもうない、あ、じゃあ一回やってみようか、一個だけ北風バージョンで、俺は暖かい日差しで、日差しというか俺の眼差しで対決、最後谷本さんが大きな声で暖かいって言って終わります、甘いみたいな感じね、導くな、二度と俺たちを導くな2回目のデートはどこに行くべきですか、大体順序を経ていくとして、うん、2回目ので付き合ってない人と付き合ってる人と、え、付き合ってない人も2回デートする、あるでしょうよ、さすがだな、付き合う前のデートでしょう、なるほどね、うん、ああ、え、付き合う前と付き合った後、じゃあデートの場所変わるの、変わるんじゃない、やっぱり付き合う前の人と、うん、初見でおうちデートとかしないでしょ、うんうんうん、っていう、じゃあ彼氏になる前の、うん、人と2回目のデート、1回会って、あ、もう一度だけ会ってみようかなと思った、うん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 、2回目のデートはどこ行けばいいですか、教えて金子さん、うん、じゃあまあ飯食って、うん、映画でも見て、映画どういうのがいいの、映画その時にやっているなんか面白そうなやつ、うんうんうん、何でもいい、うん、お互いの意見を聞き合わせながら、うんうんうん、映画見て、うん、どっちかの家行ってセックスして帰る、2回で付き合ってなくても、うん、なるほど、だから付き合う前にセックスしないと怖くない、確かに俺もそういう考えです、うん、じゃあ次だ付き合おうって付き合ってみて、もし、うん、そういうことになった後に違ったら、そう、性の一致って本当に大事だから、う、うん、ふざけてるわけじゃない、そのそ宝くじみたいなことできねえよ、やったこともねえやつと付き合うなんて、そうだね、外れたらどうするの、怖い怖い怖い、クールですね、クール、北風、北風でしょ、そうでしょ、ビュンビュン風吹いたよね、うん、そうだよね、うん、まあでもどこ行くかは、うん、あの、女の子決めなくていいと思うんです、うん、男の子が行かせてくれるから、その後に女が行く、じゃあ、あったかいって言って終わろうよ説